バルター・コッホは、第二次世界大戦時のドイツ空軍の、高架量兵部隊員である。エヴァンエム・アル・要塞の戦いでの戦功により、卓越した戦場での勇猛さや、軍事指揮の成功に対して与えられる、騎士鉄十字勲章を授与された。コッホは、第五高架量兵連隊の指揮官で中佐の時に、交通事故により、重傷を負い、 この時の怪我が原因で1943年10月23日にベルリンの病院で死去した。バルター・コッホは1929年4月3日に警察に入り、1935年8月にドイツ空軍に転籍した。少尉として州警察と別家特殊任務警察大隊に勤務したが、1935年にヘルマン・ゲーリングが ドイツ空軍の最高司令官になるとこの部隊は空軍に移管されて、ゲネラルゲーリング連隊と解消された。1938年4月20日に大位に昇進したコッホはコッホ高架量兵突撃大隊と命名された特殊部隊を編成する任務を担わされた。この部隊は西部戦域での特殊作戦用に訓練され、フランスの戦いの初期に、 ベルギーのエヴァンエマール要塞、マース川とアルベール運河の橋への強襲に初めて投入された。この部隊は、エヴァンエマール要塞、フェルドーエーゼルトとフルーンホーフェンの橋を確保することに成功した。唯一金の橋だけは、ベルギー軍の守備隊に爆破され、ドイツ空挺部隊が確保することはできなかった。バルター・コッホと、その他10名の将校がこの戦いにおいて、 騎士鉄十字勲章を授与された。1941年6月21日に、ドイツに帰還したバルター・コッホ少佐少佐に昇進した、コッホは、第一高科両兵突撃連隊大愛大隊と、解消された部隊の指揮官となり、1941年5月20日に、クレタ島の戦いに参加した。大愛大隊は、第一波の攻撃部隊の一部であり、53機の、 DFS-230 兵員輸送グライダーで運ばれた。この部隊の目標は、クレタ島西岸の丸目の村で、ここには、ダッシュを命じられた、小さな沿岸の飛行場と107コーチがあった。ドイツ軍の進行部隊は、エドワード・プティック順位正式のニュージーランド人部隊の、第5旅団、第22大隊と対峙することとなった。旅団の他の大隊はすぐ背後に控えていた。 進行初日の朝7時25分時にコッホは107、高地をめぐる戦いで東部を負傷した。1942年4月20日に中佐に昇進したコッホと指揮下の第五高架両兵連隊は11月の半ばにチュニスに移送され2週間後にはデピエンネ飛行場でアフリカでの最初の戦闘を行った。ジョンフロスト中佐指揮の A。 第2落下山大隊がこの飛行場確保の任務を担っていた。飛行場は放棄されていることが判明し他の目標を探すためにフロストは一個正体を警護につけただけで多数の負傷兵を後に残していかねばならなかった。コッホ中佐の偵察部隊に発見されると残された英軍落下山兵は早々に撃退されて捕虜となった。国保は 部下の衛生兵に負傷者の手当てをさせ、水、食料、タバコを与えて、一般のドイツ軍地上部隊が到着する前に、捕虜から一旦離れた。このドイツ軍部隊が、コマンド指令に従って、英軍捕虜の処刑準備をしていたところにコッハホと、第5高科量兵連隊、大愛大隊の指揮官、ハンス・ユングビルト大尉が到着して、これを止めさせ、捕虜を適切に扱うように要求した。 白熱した議論の後で英軍捕虜は捕虜収容所に移送された。入院治療の後でコッホは連合軍のコマンド部隊員捕虜の即時処刑を命じたコマンド指令に対する歯に衣着せぬ批判のために指揮官対面となった。バルターコッホは交通事故により酔った怪我が原因で1943年10月23日にベルリンの病院で死去した。 ありがとうございます。